吉谷さん、今日はね、タイトルで出会い系サイトにしましょうか。この YouTube ってある意味くくりのない出会い系サイトにできると思うんですよ。例えばね、多くの人って YouTube に情報を取りに行くじゃないですか。でも情報発信する人いないんですよね、あんまりね、少ないですよね。じゃあね、私やりませんけども、試しにね、48歳のこのね、男がですよ、隠居みたいなことしてるこの和服の男がですよ、毎日ですね、こんにちは、私と付き合ってもいいと思う方、ぜひメッセージください。私の年齢はこれで、趣味はこれで、住んでるとこはここで、年収はいくらでってことね、延々と喋るような YouTube があったらどうですかね。で、次の日も同じようなこと喋って、今日は美味しいランチを食べながら報告してますとかね、それから今日私はね、料理をしながらですとか、今日は趣味のゴルフをしながらですとか言ってね、毎日シチュエーションは違うけども語る内容一緒で、自分の怒りっぽいとかここですよとか、最近性格変わってこうなんですよとかね、自分の行動範囲はここで、付き合ってる人間関係はこうでとかね、そういうふうなことをディテールを話していって、再生数が例えばね、ずっと3だったとしましょう。ずっと3だったら、まあその視聴者さんの中から女性とかね、年頃の方とか、それから好意を持ってくれる方を探すのはちょっと難しいと思うんですよ。でもずっとやっていく中でね、なんか知んないけどバズったりなんだりして、いろんなことがあって、視聴者数が1000人になりました。1000人になって、男女比率が7対3で 30% 女性ってなると、ちょっとは可能性上がると思いますよね。じゃあもっともっとね、活動していって、再生回数とかチャンネル登録者数がバーッと増えてね、チャンネル登録が3万人、再生回数が動画を上げたら5万動画、5万再生になりましたってなったら、自分の好みの女性がね、視聴者さんでいらっしゃって、で、自分の動画に対してちょっと好意とかをね、持ってくれて反応してくれるみたいな可能性がちょっと広がると思うんですよ。広がらないですかね。じゃあ、わかりました。チャンネル登録者数が100万人になりました。で、視聴者数がいつもね、動画上げたら500万回とか600万回、これだったらどうですかね。これだったら、自分という情報発信の情報に対して価値を感じて、会ってみようかしらとかね、お付き合いしてみようかしらとか、この人だったらまあいけるかもみたいな女性が何人か現れてくるような可能性がありませんかね。で、これだけお話しても分かると思うんですけども、結局ね、アクセスが集まること、要するに何人の方が、たくさんの方が見に来るかってことは、自分の欲求を満たしてくれる、もしくは自分の要求に応えてくれる人を増やす確率が高まるってことなんですよ。ですんでね、やっぱり影響力ってのは必要なんだろうと思います。まあ、ただ私とか吉谷さんは、みだりに再生数を広げたりとかね、チャンネル登録を増やそうみたいなところにエネルギーを注いでないんですよ。どちらかというと、どん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 少なくしようと思ってるんですよね。少なく濃くしようと思ってるんで、まあ、女の子にモテることはないと思いますけども、でも一つの使い方として、情報発信っていうのは自分の欲しい情報とか自分の欲しいものを集めるツールではあるんですよ、実は。となるとですよ、考え方ちょっと変えないといけないんですよ。自分の欲しい情報や自分の欲しいものとか自分の会いたい人を探すために検索してるんですけども、発信した方が実は集まりやすいってことにここで、ね、気がつくわけなんですよ。逆転現象が起きるんですよ。実際私も例えばね、情報発信して、最近でしたら政治ネタとか言うわけですよ。政治ネタを話すときに、創価学会と公明党の関係って何なのかなというふうに悩んでいると、コメントで創価学会はこうですよ、公明党はこうですよって教えてくれる方がいるんで、あ、ためになりましたみたいな感じなんですよ。その他のこともそうですけども、法律のこととか外国のこととか都市伝説のこととか、私が勘違いして喋ってることをコメントでね、それ違うよ久保さん、何も知らないじゃん、実はねって教えてくれる人がいるんですよ。だから発信っていうのは最も情報が集まりやすくって、発信っていうのは最も多くの人に出会えて、発信っていうのは最も多くのものが集まってってことになってくると思うんですよ。例えばね、私が誕生日ですよって言ったら、やっぱプレゼントってものすごい数届くわけですよね。ありがたいことに今年はだいぶ届かなかったんですけどね、これからどんどんね、収束していくと思いますけども、本当に今までありがとうございます。時にはね、私のうちに宇宙戦艦ヤマトのね、立派な絵を届けてくれる人までいるわけですよ。あれ結構高いものですよね、まあ何十万かしたと思いますけども、ああいうものとかね。あと私がナイトライダーキットの動画を上げてると、そのキットに会いに来る人までいるわけですよ、ね、こういうことで、発信するとどれだけ得か、発信するとどれだけ人生がね、豊かになって速度が速くなるかってことを、やっぱりやるたんびに気づかされますね、ということなんで、タイトルは出会い系サイトですけども、結論としては、出会いたければ、知りたければ発信をしろということで、今日の動画を終わらせていただきます。いってらっしゃい。